渦。江口洋介さんですか。はい。おお、やった。わ、応援してます。あ、一つやれました。最高。あんちゃん、ラグビーのリーチマイケルさんですか。はい。頑張ってください。やった、初めて見た。うわー、イカチでかかったな。日本頼みますよ。ここらへん住んでんのかよ。なんかすいません、止まっちゃった。いや、僕もすいません、なんか雰囲気がなんかわかんない、止まる雰囲気なんかだっつうか、運命の二人みたいな感じの。一緒です、一緒です。ですよね。なんかね、なんだろう、ね、え、どっかでお会いしたことありましたっけ。いや、ない、ないと思うんです、初めて。ですよね。最近越してきたんで。あ、そうです。なんか泊まりたくなりましたよね。なんかね、雰囲気的に。そうですよね、うん、初めて。すいません、始めました。あの、お化けって首は絞めてきそうですけど、パンチはしてこなそうですよね。確かに、お化けって、枕元に立つって言いますけど、僕の家、あの、枕元がもう壁なんですよ。どこに立つんでしょうね。牛乳ってこう、絞りたて絞りたてって押してくるけどさ、なんか牛から直接出たのを飲む感じで、なんか気持ち悪いイメージなんだよね。なんかその辺な、どう思うかな。お前に言ってんだよ、おい。え、お前だよ。だから牛乳ってその絞りたて絞りたてって押してくるけど、なんか俺は気持ち悪いのよ。牛から出たのをすぐ飲むイメージで、なんか、はい、なんか嫌じゃない、あれ。変えた方がいいと思うんだよ、俺は。あ、でも。でもじゃないのよ。そう思うでしょ？嫌じゃん、こう直接飲むのは。さすがに。いろいろ処理していただいて、それで飲むんだろ？それがいいじゃない。でも新鮮で美味しそうですけど。でも新鮮じゃないよ。そのなんかぬるい感じもするし、やっぱり冷えてた方がいいわけだし。ね？ちゃんといろいろ掃除した方が良くない。だから俺、絞りたて押すのは、これは違うと思ってる。すいません、すいません。すいませんじゃないの。すいません。ま、すいませんじゃないよ。だってそうじゃない？牛から出たのを直接飲むっていうのはなんか、そうです、違うと思うよ、俺は。そうです、すいません。そうですじゃない、あ、言ってんだよ、意見を聞きたいわけよ。すいません。なあ、ねえ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 、はい、ね、はい、こぎ方うまいね。ああ、ありがとうございます。うん、すごいうまかった。
本当ですか。あ、夜さ、そうだ、寒くなるかもしれないからこれ持ってきな。ね、ごめんね。あ、でも大丈夫です。もう全然全然家帰るだけなんで大丈夫です。一応一応の話、ごめんね、持ってきな。いやでも、あの、え、ご自身が着るために。俺は大丈夫なの。大丈夫なの。あ、でもなんか普通に持ってきな。一応。お借りしちゃうとなんか返すのがまた。返すのとかいいの気にしない。ほい、持ってくの。いやいや本当に。これね、シンプルだから、そのファッション性にも大丈夫だと思うし、そのほら黒だしちょうどいいなと思って。お返しするのが。あ、お返しいらないの。これもういらなかったら捨てちゃえばいいの。え、でも悪い。だから全部持ってけばいい。悪いですよ。悪くない悪くない。あの捨てちゃっていいし、暑かったら夜暑かったら暑かったで着なきゃいい。それで捨てればいい。ね、だから大丈夫だ、持ってきな。いいんですか。心配心配。こぎ方うまかったし。うん。じゃあなんか。お名前だけでも伺っといていいですか。いい名前、そんな名前伺ったところで別に返さなくていいんだから、持ってけばいい。いいんですか。すいません、気をつけてね。はい、ちょっと押して。ありがとうございます、はい、よいしょ。ありがとうございます。頑張って、気をつけてね。こぎ方うまいから安心だけども。うずず、楽しかったな。どれが印象に残ってますか。純粋で可愛いおじさん、雰囲気にも合ってるし、ああいう優しいいい感じのおじさんおるもんな。そうですね、地元の高円寺の僕好きな銭湯があって、そこのお姉さんが、の接客がちょっとそういう感じなんですよ。あ、銭湯のね、はい、なんか入ってったら、普通いらっしゃいじゃないですか、なんですけど、いらっしゃい、ごめん寒かったよね、大丈夫。こう言ってくるんです。優しいな。めちゃくちゃ優しいんです。え、最初どうでした、このあの河川敷で自転車ですれ違って会話するっていうことを聞いた時に全く意味が分かんなかったです。でここに来るまでもつかめなかったです。やってみて、ああそういうことかっていう、はい、なんかあの部活とか言ってさ、その渦のね、メンバーでね、で映像作品を撮ろうとか作ろうとか、なんかショートフィルムがいいんじゃないかとかみんなが言ってたやんか。児玉が思う渦のメンバーでのそのなんていうの、座組言って監督、脚本で出演とか、なんかそういうので言うと、いや脚本は絶対までさ、もう間違いない。監督は村家には絶対やらしたくない。なんかダサくなりそう。高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。